この間の方たま久しぶりに会うて大人やれすみません、あの覚えてないじゃないですか。一生懸命名前のファンを勇気づけるようなふさわし上がってるとしにいいと回し上がってる。見てみろ、まあ、結婚できない人が言うてんねんもん。笑っちゃってるじゃん。大丈夫した方がいいですよ、これ何よ、自信満々。だから三田寧美香さんってくっさいじゃん、なんか雑巾みたいなね。お前雑巾着て拭いてここ拭いたな、お前絞りで顔面拭いてくっせえ顔がくせえよ。いらんこと。やっぱりもちろんかっこいい。すみません、ちょっと早口になって、今日はしっとり。やばい、これやばい。自分のせいじゃん。自分のせいじゃん。だからあれ OK で、豊かで、もしみたいな料理で、なんで玄関開けたら M 字で待ってないといけないんですか。大変や、ピンポンってなったら、あ、ちょっとドレス嫌なんですよ。ドレス持ってそれも嫌ですよ、それ。おいしいやめろよ。中井さん、中井さん、吉住さんの部分が、はい、ちゃんと怒る、ゲイそれ褒めて、そりゃ褒めて、変えたのがいいじゃないですか、なんですか。なんで急に前のやつを、ダメです。でもね、あら、まあ、それがあるだけど、顔色悪いじゃん、日焼けサロンよ。日焼けサロン、髪が出てるわ。ちょっともういい加減にしてください。何これ押しって何よ。足の裏が痛くないの、痛くなってるやつ。何この番組、すごい、あー、いいこと。偉大なる浩二さんと熾烈な戦いを繰り広げる子犬。どっちボール。具志堅さん言いました、どえいえい。わからないけど、おそうか。言いました、そんなこと。そんな先生言ってないですよね。石垣なんだろう、急に女出して。本当ですよ。一滴も落ちてない。さすが、やっぱりボリもいいね。木登りです。これじゃいけねえみたいな。古浅さん前だのに刑事だよ。何の編集点なんですか。一回乗り込んだよ。びっくりした。いや、すどうした。すぐ入れたでしょ今。中井君どうしました。中井君めっちゃ痛いんだからね。腎臓。本当に。どうしたって。大爆笑。気持ちいい。ああ。
じゃないでもゆうこりんね、須田君みたいな人もいれば、うん、時間がないんだからかなと思ってボン別口で出てキャンペーンだったんだ HGD はっきり言ってるよ優しいでもらいましょう。